ホップロバーハンハライ馬ト,トークダッツキングついに春の G1 シリーズか中京電撃のロクハロン高松宮記念いやそこいきなりかんだかまりんさんえまあ G1 ね久々やね でも今回さ、レステンシャといマルターズ・ディオサといまあダノン・ファンタジーも全部貧馬やで。ヒン馬のリンスじゃなこれ。ヒン馬においては、さすがに私の右に出るものは、まあまあいる。おるんかい。なんや、まあまあって。しかし、このかまど臨次郎。え誰、誰なににな何もう。俺はできるハゲだおおそうなんや。まあね、鬼滅の刃流行ってるし。 ちょっとね、若い世代に向けていいアプローチになって、ようやくリンさん分かってきたやんか。よしよし全集中。貧馬の呼吸。一の型。ハゲ、貧馬切り。サウンドキアラ長っ。もう普通に言えばええやんかも。もうなんで俺まだこんな格好してたのかも。ハゲの型って何やねんそれ。今回の Win5 は3月の28日、日曜日ですね。 もうこの頃はライブ終わってヘロヘロやろな。第1戦中山から中京阪神で中山に行きます。で最後は今回特集する高松宮記念の G1 で行きます。行きましょうか。まずはウィン51レース目。春京ステークスですね。中山の第10レース芝1600メートルです。過去5年で1番と2番人気が1勝ずつ。合わせても連帯率30%しかない。と で、3番人気は3勝してます。5年ですからね。頭はまあ、1、2、3で硬いと。まあ、2列目がちょっと荒れるかもしれませんというレースですね。で、5年で4勝の4歳馬。5年で4勝ですから。だいぶ来てますよね。で、バ・馬、ン馬の勝利とディープサンクの連帯がないんですけど、これ一番人気はね、多分ディープサンクやと思いますよ。このルナシオンやと思いますが。まあ、本命はハーモニーバーザラでいきます。小畑さん。 で、対抗にインテンスライト、菊沢さん。で、レーンアナにルナシオン、ルメールさんでいきますね。タスキングマークはフォースオブウィル、ヨシトミさん。で、アナにルビーカサブランカ。で、激押しは8番。ラパン・ソバージュまでかな。では、ウィン5の2レース目。鈴鹿・ステークス、中京の10レース目。ダート1900メートル。過去10年1400メートルの三勝クラスハンデ戦も今年から。 なぜか1900メートルと。まあ、なんかいろんな大人の事情があるんじゃないでしょうか。1番人気、1勝の連帯率44%。2番人気、0勝連帯率11%。うーん、どうでしょう。1番人気はいい感じだね。で、4から6番人気が3勝の副勝率33.3ってことは、4から6番人気中心に行けば、まあまあ当たると。結構点数多くなっちゃいますね。で、5枠と8枠が20丸。まあ、これ枠もね、 番号も出てませんから。ね。取り消しとかなったらごめんなさいね。で、本名は僕はアルコレーヌ。川田さんでいきますねこういう時は。で、対抗にシャンパンクーペ。中井さん。で、ターナにビーババッカス。で、エイシンアメンラー。で、タツキンマークはドスハーツでいきますね。で、穴にゲンパチルシファーと、激推しがギガバッケンでいこうと思います。 では、ウィンファイブ3レースもですね。六甲ステークス。リスティット競争になります。阪神の第11レースの芝1600メートルです。またですね。過去5年で1番人気2勝。連タ率60%。これまあまあいいですよ。5年ですからね。で、2番人気が1勝の連タ率40%。で、前走阪神組が11頭いて7頭の副勝率144%。でも前走10勝組は勝利がないと。今のところね。 相性4 0 0 3章の浜中さんが出てたら要チェックだと。出てます。本命はガゼボでいきます、僕は。西村さん。で、対抗にこの浜中さん。ソーグリッタリング。で、ターナーウィン・イクシード。で、ウーリリ。タツキングマークはワールド・ウィンズ。で、穴にラセット、セダプリランテス。この中で選んでいきたいなと思ってます。まあ枠出てないからね。参考まで では、ウィン54レース目。マーチステークスですね。G3 中山第11レースのダート1800メートル。過去9年、1番人気1勝しかしない、ね。で、連帯率22%で、2番人気が2勝の連帯率44%。ちょうど倍ですね。で、6から9番人気が4勝してますね。9年で。で、10番人気以下が1勝。ですから、3連単100万円オーバーが2回来てると。 ちょっと荒れ気味ですね。ここポイントですよね。意外と。で、相性がいいのは、ニガーステークスとソーブステークス組と。で、関東版の6歳馬の連帯率に限っては55%ありますと。これポイントですよね。ですから、本命は僕はマイネル雪椿でいこうかなと思ってます。柴田大地さん。で、6番、アメリカンシードが太鼓。まあ、これが普通は一番人気やろうね。ルメールさん。 最近このグリグリ来ないから、ね、外しといた方がいいかもしれないね。で、早やっこ。で、5番のスワーブ・アラミス。ここまでちょっと枠出ましたから。で、ターツキングマークは9番、ダノン・ファスト。で、穴に12番、ヒストリーメーカー。で、激推しはメモリーコードいきます。では、ここでお便りのコーナー。ペンネーム、ビクトワール・ミックス・ピザさん。 リンさんこんばんは私と踊りませんかはまたまたクセ強いやつやんもうんサンバうーサンバサンバデジャネイロはいやこっちがはやけどさまあでもよかったんじゃんえなんか落ち込んでんのいやいやよかった なんか楽しいなんかやる気出てきた皆さんこんばんはモロヘイヤ三上ですモロヘイヤ三上の高松の宮記念出走馬ベスト3私が調教を見て良いなと思った馬をご紹介させていただきますまずは第3位ダノンファンタジー馬なりながらもシャープな走り第2位モズスーパーフレア 昨年と同じ気配連覇あるかもそして第1位はライトオン Q 馬体がライトが当たったようにピカピカ仕上がって見えました参考になればと思います皆様の的中をお祈りしておりますまた会いましょうモロヘイヤ三上でしたではおびとり名人刈谷の稲ちゃん予想先いきましょう高松の宮記念 G1 ですね 本命は4番、モズ・スーパー・フレア。対抗に16番、レシステンシアですね。で、ターンアナは3番、ライトオン・キュー。そして最後の稲ちゃんマークは6番、ダノン・ファンタジーで勝負だ。では最後、ウィン・ファイブ5レース目、高松・ウミ記念 G1 ですね。タッツキングの本命は9番、インディ・チャンプでいきます。福永さん。や,やはり格が違うと思うけどなで、レコード勝ちのレシステンシアが16番、対抗。 で、ターナにダノンスマッシュ、川田さんに、ここしかないんちゃうかな勝つんやったらライトン級。まあ、天候悪くなるといいね。3番、デムーロさん。で、15番、マルターズ・ディオサ。やはり、全部で15戦内の馬をちょっと狙ってますから、あまり使ってないこのマルターズ・ディオサいいと思います。で、タツキングマークは、皆さん忘れてないですかお祭り男。レッド・アンシェル。池添さんできますよ、これはもう。ハゲてる場合じゃないよ。 で、穴十10番、ラウダシオンに激勝馬オーソト18番、ミッキー・ブリランテ。やはり前奏ね、トライアル2着ですから、いけると思いますよ。これでいく。では、明日は朝から、馬トークライブ36レースやりますよ。また第2弾、名古屋から。で、夜はまたドバイの馬トークライブ。10時からやってます。ジャイさんのドバイはこれが来るんじゃえつきです。チャンネル登録よろしく。じゃあねー。 Bye bye!